はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、膝の疾患による関節障害、関節痛ということで、その代表的なもの、変形性膝関節症と、膝の半月板損傷という2つの疾患についてですね、その概要、対策をですね、リハビリの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。やはり関節痛というと、この膝の疾患というのは大変多いです。でリハビリ見させていただくことも多いのでぜひこの2つの疾患参考にしていただけると幸いです。でまずは変形性膝関節症なんですが、この疾患は中高年の方、特に女性の方ですね、大変多くて、加齢ですとか肥満ですとか外傷が主な原因とします。膝の関節のこう軟骨がすり減ってしまって、太ももの骨、大腿骨とその下の脛骨というところの隙間が狭くなってしまうことで生じるというふうに考えられています。で動作の動き始めに痛みが現れる、例えば立ち上がりですとか歩き始めなんかに痛みが現れているのが特徴で、膝の内側の軟骨がこう摩耗してしまうことで、徐々にいわゆる O脚、ガニ股が進行してしまって、歩く際に膝がこう動揺してしまうということがあります。そうなると痛みが生じてきてしまって炎症が出てきます。また場合によっては関節水腫といって、いわゆる膝に水がたまるという状態になってきてしまいますので注意が必要です。で対策としてはやはり炎症が生じる場合があるので、そこに薬物療法等を併用しながら、重度の場合は手術をすると、関節置換術という手術をするんですが、でその後にリハビリを進めていくということがあります。大体3つのプログラムがあります。1つは生活指導というところがまずあります。でこれどういうことかというと、膝の障害というのは実は体重に大変影響がありますので、体重が肩、いわゆる肥満の方というのは得てる人が多いです。なので体重を低く維持するための、分かりやすく言ってしまうダイエットですね。そういったところは注意です。でこの場合に運動も大事なんですが、もっと大事な食事が大事です。でやはりあとこういう場合にストレスをどうしても溜め込んでしまう方が多いので、そういう場合一緒にですね、考えながらできる範囲のことを指導させていただく、助言させていただくということがあります。それから運動療法では2番目なんですが、これは痛みのない範囲で行うということが基本です。で例えば膝の伸展制限が出やすいので、こう伸びにくくなるので、そこの関節可動域練習訓練ですとか、それから太ももの内側の大内転筋とか内側広筋、それからお尻の部分の骨盤周り、大殿筋とか中殿筋というところがの筋力強化というのが一つのポイントになってきます。で特に有酸素運動がよくて、やっぱりウォーキングとか自転車漕ぎ、エルゴメーターですか、水中でのウォーキングなんかも結構効果的です。それから3番目としては装具とか歩行補助具の使用の援助というところ、やっぱ包帯ですとかサポーターですとかテーピングなんかでこう膝の動揺を抑えながら、あとは靴ですとかインソール、測定板なんかを見直しながら、痛みに応じて例えば歩行器とか松葉杖とか一本杖なんかを積極的に使っていった方が、積極的に使った方が痛みも早く収まりますし、即時性、速効性もありますのでおすすめです。でぜひこういったところを参考にしていただけると幸いです。で次は膝の半月板損傷について解説をさせていただきます。で半月板とはそもそも何かというところですが、膝の軟骨組織の一つです。で膝はもともと軟骨組織があるんですが、この半月板がさらに存在するということで、膝のクッション機能であったり、それから荷重をこう均等にしたりですとか、関節自体を安定化させるというところがあります。でこの半月板が損傷してしまうパターンに大きく2つありまして、1つは若い方でスポーツ障害が発生するということがあります。でだいたい膝の靭帯損傷を合併しているということが多くて、膝の痛みとか、それから違和感、いわゆる引っかかりなんかが生じてきてしまって、場合によっては変形性膝関節症に移行してしまうということがあります。でもう1つは高齢者の方で痛みがないうちにこの半月板損傷を起こしているというケースが、実際高齢者の大体4割ぐらいの方であるというふうに言われています。でこれは歩くことですとかあぐらをかくなんか、いや日常生活の中での膝の曲げ伸ばしをしてしまうことで、特にねじれが生じてしまうということで発生してしまうというふうに考えられています。なので あとこの先ほどの変形性の膝関節症と似てるんですが、歩く際に痛みが生じるということは似てるんですが、こちらの半月板損傷が炎症を伴わないというところが先ほどの疾患との違いになってきます。で
対策としては重度の場合手術をするなんていうこともあるんですが、リハビリで主に4つのプログラムを行っていきます。1つはまず生活指導ということで、膝のねじれが生じるとやはりこの半月板損傷というのは起こしやすいので、そこを指導していく。特に正座は避けていただいた方がいいです。で、2番目としては関節可動域訓練ということで、これも膝のやはりねじれが生じないように膝の曲げの場所を屈伸運動を行っていくというところがあります。3番目としてはこちら、筋力強化というところで、特に太ももの内側、内側広筋、大内転筋というところが制限されやすいので、全部ボールですか枕ですかクッションを置いてこう太ももを挟むなんていう練習をしていきます。最後、装具の使用というところで、包帯ですとかサポーターですとか、それからテーピングなんかを使って膝の動揺を抑えるというところが効果的になってきます。で、今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。